剣道家チャンネルの吉田勉です。今日は町田市国際版画美術館で第32回目の高度会の陶芸展が行われております。たくさんの須藤敏子先生の作品をはじめ会員の皆さん方の大勢の作品が展示をされていますが、会員で同僚の佐村敏明議員が会員ですので、ちょっと今日のご案内をしてもらいたいと思います。よろしくお願いします。今日もようこそお越しいただきましてありがとうございます。今日は高度会のですね、会員さん大体全員近い皆さんがこう作品を持ち寄ってですね、毎年この時期にやってるんですね。で、今日見てきてくれる方も非常に多くてですね、今日明日はまあ明日で終わりですけども、非常に感謝しているところでございます。もう佐村家何年ぐらいされてますか？私はちょうど8年ぐらいだったんですね。もう私は全然無芸なもんですからね、見学だけでさせてもらってますが、私の作品もちょっとせっかくですから、このそばで、これは緑色に特徴があるんですかね。そうですね、もう何とも言えないですけども、皆さんがいいいいって言ってくれるんで、いいのかなと思ってます。高度会の場合は比較的大きな作品が多いですよね、大体毎回。そうですね、そうですね、大きい作品が得意な人と小さい作品が得意な人と、いろいろな方がいらっしゃいますけど、また来月18日からこの版画美術館でシビ展の方も出しますので、それ新作ですかね。はい、新作で出るそうです。新作出す人もいるし、新作が出るそうです。新作じゃない人もいると思いますけど、シビ展もありますので、皆さん方ぜひ、この町田市、国際版画美術館に来ていただきたい。今日は小学生の作品も行われてますので、今日は大勢の皆さんが来られております。合わせて高度会の作品展も見ていただきたいと思います。須藤先生がいらっしゃいますので、すみません、須藤先生に、お願いいたします。皆さんおめでとうございます。高度会展も好評のうちにあと明日一日残すだけになりました。こちらの方にお出かけになった時にはぜひご来場くださいませ。じゃあ今日のうちにアップさせてもらっておきます。同僚の藤田議員も来ております。よろしくどうぞお願いいたします。たまたまですね、はい、一緒になりました。今日は見学しようと思ってたんですが、時間が一緒になりましたんで、顔合わせのところです。ちょうど今カメラの皆さんからはちょっとカメラのところ外に大勢の皆さんがおられます。ちょうど撮影のところからは避けて映しておりますので、こうした状況になりました。ぜひ多くの皆さんに寄っていただきたいと思います。第32回の高度会の作品展でした。